ドイツツアーは自転車ロードレースのステージレース。ドイッチュランドツアー2006から6エタッペ、ドイツにおいては1911年にはすでに全国的な自転車レースが開かれており、その後も1931年まで幾度か催されはしたものの、運営する組織もレース状況も毎回全く異なるものであった。1931年になると最初のドイツツアーが開催され、 1937年から1939年に第二次世界大戦が勃発するまでの間の大会はファンを引き付け、またよく運営されたものであったと一般に考えられている。ドイツにおける自転車レースの歴史は近隣諸国のベルギー、フランス、イタリアのようにことに目立った高潮を見たことはなく、その人気はドイツ人選手の製品いかがに左右されてきた。 西ドイツではいくつかのツアーが同時開催されたこともある。しかしヤングルリッヒのツールドフランスでの勝利の後に熱狂的に高まった自転車レースの人気によって1999年以後はドイツツアーも盛んに開催されるようになった。2005年には UCI プロツアーに組み込まれ期間も7日間から9日間に拡大された。しかしながら2008年に ドイツのチームであるゲロルシュタイナーの2選手、ステファン・シューマッハーとベルンハルト・コールのツールド、フランスにおけるドーピング違反が発覚し、自転車ロードレースのドーピング問題に対して厳しい、ドイツの世論を反映して、スポンサーが撤退。新たなスポンサーも見つからず、2009年以降は、開催されていなかった。しかし2018年から、 ASO の主催により UCI ヨーロッパツアー2.1の4日間のステージレースとして再開された。2019年に HC に昇格。2020年から UCI プロシリーズ。D ツアーギボット。 カムバクイムオーガスト 2018UberVIERTAGE-RATSPORT-NEWS.com2016 年7月19日トーピングにより成績剥奪。詳しくは、該当選手の項目を参照のこと。ありがとうございます。